ルイス・クラーク・ブロックは、アメリカ合衆国アーカンソー州、エル・ドレード出身の元プロ野球選手。息子のルー・ブロック・ジュニアは、元 NFL 選手である。ブロックは1939年6月18日に、アーカンソー州、エル・ドレードの農家に生まれたが、2歳の時に、ルイジアナ州、コリンストン村に、家族で移住。幼少期は貧しい中での生活だったという。少年時代は、 ブルックリン・ドジャースのジャッキー・ロビンソンら黒人選手の活躍でファンになり、その後野球を志した。その後、実家にほど近いマールージュ高校を卒業後、バトン・ルージュのサザン大学に進学するが、自身の成績が低いために、スカラシップが取れず、野球推薦で入学した逸話がある。進学後、最初の年度は打率、189という成績だったが、 翌年は改善して打率。500をマークして注目され、1959年の大学全米代表メンバーの一人に選出される。これで自信をつけたブロックはメジャーリーグへの入団を決め、セントルイスカージナルスのトライアウトに挑戦するが、当時のカージナルスのスカウトの勧めもあり、シカゴカブスのトライアウトに参加、そしてアマチュアフリーエージェントとして1960年に、 カブスと契約する。カブス時代のブロックカブスとの契約後、まずはマイナーチームで指導することになり、初年度の1961年はセントクラウドロックスにてプレーし、打率361の高打率をマークする。カブス陣営もブロックの高打率を聞いて、昇格を決め、同年シーズン終盤に入った1961年9月10日にカブスに昇格して、 メジャーデビューを果たす。翌1962年からレギュラーとしてメジャーに定着し、同年は、ポログラウンズでのニューヨークメッツ戦で歴代4人しかいないというセンターフィールドに叩き込むホームランを放っている。もっとも、主だったのは、ブロックの瞬速であるが、当時のカブス陣営にはあまり注目されず、続く1963年のシーズンを通して打率。 260しか上げられなかったこともあり、1964年6月15日に、ジャック・スプリング、ポール・トスと共に、アーニー・ブロリーを、ダグ・クレメンス、そして1952年の MVP で、ゴールド・グラブ賞8度のボビー・シャンツとのトレードで、セントルイス・カージナルスに移籍することとなった。移籍後、ブロックは、左翼手にコンバートされ、高成績を上げる。 1964年シーズンは打率348をマークすることになり、同年カージナルスはリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズにも出場相手となったニューヨークヤンキースを破り、ワールドチャンピオンに輝き、自身もシーズン MVP の第10位にランクされた。持ち前の俊足をさらに活かすようになり、百六十六年には十四盗塁で、 初の投る王に輝く。その後1974年までの9年間のうち8度投る王に輝く。1967年は開幕4試合で5本塁打を挙げ、前半戦。328の好成績で同年のオールスターゲームに出場。その後スランプに終盤までに立て直して、同シーズンはキャリアハイの打率。299。 206アンダーをマークした。その勢いでチームはリーグ優勝を果たし、同年のワールドシリーズにて、ボストン・レッドソックスを迎え撃ち、これを破って、自身2度目のワールドシリーズ優勝を果たす。1968年も、最多3塁打を上げるなど、好成績を収めて、3度目のワールドシリーズに出場、デトロイト・タイガースを迎え撃ちチームは、第4戦までに3勝1敗と、 あと一勝でワールドチャンピオンとなるところだった。その第5戦の5回、ブロックは二塁打で進塁し、後続のジュリアン・ジェービアのヒットでホームに起類するところを、タイガースのレフトウィリー・ホートンの後編級でタッチアウトとなり、このプレイでタイガースに勢いを盛り返されてシリーズに敗れてしまう。そんな敗戦であったが、同年シーズンオフにブロックは日米野球で、 カージナルスの一員として来日、高楽園球場でホームランを放っている。1974年、モーリー・ウィルスが持つシーズン104盗塁を破るシーズン118盗塁という当時の MLB 記録を樹立。1975年5月27日にはサイクルヒットを達成するが同年連続盗塁王の記録が途絶える。百七十七年には タイカップが持つ通算892通りを破る。1979年8月13日に、史上14人目の3000本安打を達成。この3000本安打は、ピッチャー教習の内野安打で、さながら瞬足のブロックらしいといえる3000本、安打達成だった。同年のシーズンを最後に現役を引退するが、最後のシーズンで打率。304を上げている。 ブロックのカージナルス在籍時の背番号20セントルイスカージナルスの永久欠番に1979年指定その引退とともにブロックの背番号20はカージナルスの永久欠番に指定された通算938盗塁の記録は引退後1983年に日本の福本豊か1991年にリッキー・ヘンダーソンに抜かれるまで 世界記録だった。カージナルス特別アドバイザーとして現場に立つ、引退後は、セントルイスを中心に、聖火店を経営するほか、解説者活動や、フルスカージナルスの特別アドバイザーを務める。1985年、資格取得1年目で、野球殿堂入り。2015年11月11日、糖尿病の悪化に伴い、左足の一部を切断する手術を受けたことが、 報じられた。2020年9月6日、死去したことが地元紙セントルイスポストディスパッチによって報じられた。81歳没、ありがとうございます。